ナンバー見てないのか。憲兵隊の車だ。私も公務執行中だ。火を貸してくれ。武田、そんなに緊張することはない。俺は共産党でも重慶党でも構わない。俺は日本本土に帰りたい。温泉に浸かって空から降りしきる雪を眺めたい。母さんが握った握り飯を食べたいんだ。高橋君、君は明日陸軍本部に行って辞表を提出したまえ。わしが診断書を書いてやる。君の望みはすぐに実現できる。俺は今、貴様とあの女のことには少しも興味がない。頼む、助けてくれ。高橋君、わしはただの医者だ。神様じゃない。